はい、鳥取城へ来ましたですね。なんか書いてあるな。まあこの辺はランニングコースになってるんですね、お城。どこもね、お城の周りはだいたいお堀があってね、平らなんでね、ランナーがいっぱいいますね。ほら、あの建物見に来たんですね。神風閣というですね、るろうに剣心という映画があるんですが、そこの最終場面ですね。財閥のところの家で戦うんですが、その財閥の家があれなんですね、あの建物です。はい、ちょうどここはね、鳥取城の中にあります。はい、ちょっとね、渡ってみよう。これお堀ね。なんか整備工事やってるんですね。こんな綺麗な町なんですね。木の橋で、すごい。これは木の橋なんだな。ここが学校なんですね。これはすごいな。ほら、橋を深いしたな。これが門なんですね。木でできてる。これすごい。鎌倉の八幡宮もこういう太鼓橋ありますね。すごいな。入れない。なんと入れない。残念。向こう逆サイドなんですね。で、ぐるっとこう回って、あんな高台まで、すごいな。一応ぐるっと取ってきますね。多分あんなとこ行けない。あんなところね。天守閣。山の斜面を使った山城なんですね。で、その建物見たいんだけど、近づけないや。ちょっと戻ってね。反対側から上がってきます。すごいな。お堀の中に建てられたね、洋館。いやー、これすごいね。この中がいろんな公共物が多いんですね。ね、山の上まで、天守閣山の上なんですね。こんなの上がれないや。この神風閣まで行きます。はい、で学校も多いんですね。こんなね、いいところで、環境のいいところで勉強できるっていいですよね。ここは山陰海岸ジオパーク。ジオパークね。聞いたことある。観光で有名だね。何かありますね、モニュメントが。学生さん、この中入ってくね。変形。久松公園、久松城ですね。ふるさと。来ました。素晴らしいね。ここから城内ですね。山を利用したね、お城なんですね。だから通勤とか、昔上がったのが一番上まで、毎日ね。学生諸君も行っている。お手洗いあり。このお城、まためちゃくちゃ広いね。これ博物館。ちょっとね、見る時間ないんですけどね。立派な。ね。打ちっぱなしに何か修理したんですね。ファンデーション工法みたいな。これ車で入ってこれだな。これ車、バイク入れちゃうかよかったな。開館中って書いてますね。財布、バイク置いちゃった。これ日本遺産。日本遺産。神風閣。これは、見ていきましょう。
車両両方入っちゃいけないんですね。え、あ、こっちへ回れって、すごい庭園だ、ね、お、雪景色があるんですね。近づいてみましょう。すごい、もうこの段階ですごいですね。で、眼下にはお城、これお殿様が住んでるのかな。ただすごい石垣ですよね、これね。これ戦ったら落とせないだろうな。いや、鳥取すげえや。あの屋上に突き出てるこういくつか煙突が立ってるんですけどね、これすごいでかいっすよ。木造だけどすごいでかい。一回ここで、で砂利敷きなんですけど、車寄せのようになってますけど、車じゃなくて馬車だったんでしょうね、当時ね。だからこう砂利なんでしょうね、こう砂利っていうかね、うん、車だったら舗装だからね、こんなねえ、はあ、一部日本の和柄が使えてますね、洋柄じゃなくてね。であとは銅板武器、あ、ここは歩いてさそうだ、うん、わあ、何度も何度も塗り直したんだな。電気がパリパリ剥がれている、すごいね。これは入っていいのかな。どうぞお入りください。すごい、あ、お金ちょっと置いちゃったな、うん、ね、で入るとこまで行こう。これはダメなんですね、靴を脱がなきゃ。あ、すいません。うん、150円か、もったいないの。持ってりゃすぐ、ね、ペイペイだったら入るけどね。見たいとこだけど残念。またバイク戻るの大変だわ。ちょっとやめときます。持ってこない方が悪いからね、うん、戻りましょう。きっと中はね、2階建てでも1階の高さが非常に高い、あの軒高がね、高いねこれね、うん、またいつか鳥取来た時に見ましょうね、うん、この山自体すげえな、うん、向こうもあれないですね。ではね、神風荘でした。では次に移動します。